皆さんこんにちは。今日は玄米の健康効果についてお話ししたいと思います。あのまあ具体的にどういう項目に効果があるのかと言いますと、あの。 まあここのように8つにまとめていましたつまりしっかり噛むことで歯がとか口腔咽頭筋の発達それから唾液と混合することで健康長寿に役立つとか更、うんまあ、には脳への刺激が認知症予防に役立つそれから口腔筋をしっかりこう鍛えることであの老年になってからの嚥下障害を予防するというようなことがあります。 それから食物繊維による便秘の予防というのは非常にはっきりしておりましてあの特に善玉と言われるような腸内細菌の増加によってこの体の中にこの腸管からいろいろなトキシンが入ってくるのを予防すると,ということに役立ちます。それから腸内細菌の改善と炭鎖脂肪酸の酸性菌の増加というのは比較的最近分かってきたことでありましてこのそういった え、善玉菌の増殖でこの腸内免疫もこうきちっと保たれて、あの風などを引き抜くなる体質を作ると,ということがあります。それから、あの腸内細菌の作る炭査脂肪酸はですね。あの体の中に吸収されるわけですが、それも全身的に様々な効果を出すと,ということが分かってきました。それで特にあの酪酸酸性菌の効果というのは？ 非常に大きくて、あの精神機能などにも効果があると。つまり玄米を食べている人たちは、あのまあ、一般的に言うと穏やかだとかですね、あの怒りっぽくないとかですね、あのいろいろなことがあります。それから機能性成分によるあの効果としましてはメタボンの予防であるとか生活習慣病の予防、これはもうはっきりしてきておりまして、特に肥満とかえ高血圧糖尿病ですね。 あと高脂血症高尿酸血症そういったものが玄米を恒常的に食べていると予防できますそれから抗酸化能による炎症性疾患の予防はあのこれはまだあの具体的なエビデンスとしては少ないのですがこの動脈硬化とかがん予防そういったところに効果があるとそれからあの一般的に言ってですね女性に非常に人気が高いのはまずあの便秘が 解消するというのは何よりですが、それとともにですね、皮膚が皮膚の美容に非常に良い,いと,ということがあります。ですから最近ではこの玄米おにぎりなどをあの好む女性がですね、あのずいぶん増えてきたように思っております。これを機会にぜひあの玄米食を試してみようというふうに思っていただけると幸いです。どうもありがとうございます。